界で血税を使いまくりの宮家を擁護する有識者たちが、なぜか、天皇家に対してスルーをしていることの不思議に関してお伝えしたいと思います。ニューヨークでの警備に関しては、8億円の警備費がかかると、新潮が報道しましたが、年末の第3次補正予算で、在外邦人安全対策費で緊急計上された8億円と、金額がぴったりということで、おそらく、ニューヨークの帰省中夫婦のために、苦し紛れにねじ込んだものやと、想像はされますが、こうやって国民にわからないようにして、血税が、元皇族のわがままのために、湯水のごとく使われていくことに、皆さんも、不安と憤りを感じていらっしゃることと思います。このような永宮家に対する様々な動画を出していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ひい様の特別入学をはじめ、当初から、KK に対する箔付けのために、様々なところに画策し、不正なねじ込みもしてきました。通常の日本国民なら、そういう不正な金の流れや行動に対して、批判の意見を持つのは当たり前のことだと思います。こういうことから、永宮家に対する批判は、どんどんと大きくなってきています。最近では、皇嗣職大夫の報道批判への反発もあって、週刊誌も踏み込んだ事実を書くようになってきてますなぁ。しかし、以前に紹介しました竹内久美子は、ひいが天皇にならなければ、高等が途絶えると、永宮擁護を繰り返しています。当方は、竹内久美子に対して、秋家でなくても、旧宮家がいるというツイートをしたらブロックされました。当初、竹内久美子のツイッターは、永宮支持のツイートばかりだったので、反対意見などは削除、ブロックしていたようでしたが、批判が出てきたからか、最近は反対意見もそのままになっている感じではあります。また、不思議に思うのは、竹様です。当方は竹様に関して、特に批判するつもりはないです。虎ノ門ニュースでも、博識な意見を言われて、的を得た回答をされていますから、すごく尊敬しています。しかし、今までの竹様の言動を見ていると、どうも永宮支持派のようで、天皇一家に対しては支持せず無視しているような節があります。それが、すごく不思議なんですね。2月23日の天皇誕生日の時も、竹様は、おめでとうの一言もおっしゃらなかった。竹様の動画サイトなどをすべて見ているわけではないのですが、ツイッターを見ていくと、2月23日は、天皇陛下のお誕生日のことには、全然触れていないです。昨年、愛子様が、成年の儀をされたとき、あまりの素晴らしさに、日本国民は、こぞってお祝いをしたものでした。その翌日に、虎ノ門ニュースに出られた竹様は、ニュースの報道はしましたけれども、愛子様、おめでとうございますという一言もなかった。これは当方の主観ですが、愛子様の素晴らしさが面白くないような印象を得ました。そのあたりが、本当に不思議なんですよね。昨年12月10日のツイートでは、高市早苗さんが、女性天皇を支持するという意見に対して、即座に反対の意見を述べています。仮に、愛子内親王殿下が、羽生結弦さんのようなピカピカな男子と結婚した場合、その方でも良いという話になり、なし崩し的に女系天皇を成立させることになるため、女性天皇は不可です。という内容のツイートもしてます。だけど、愛子様が、旧宮家の男系男子と結婚したなら、どうですか？その子は男系になりますよ。愛子様が、旧宮家の男系男子と結婚した場合のみ、女性天皇になれるということにして、男系の血を引いた男子ならば、天皇にもなれるということなら、別に問題はないと思いますけどね。
そのあたりは、きっちり皇室典範に記載しておけばいいことやと思うけど、それでも、武様は慎重な方なんで、それが突破口になって、なし崩し的に処刑になることを心配されてるってことなんでしょうかね。そういうことから、愛子様を擁護するような言葉を慎んでいらっしゃったのかもしれませんが、なんか今の天皇家に対して、冷たい感じがしてならないんです。そして未だに、巫女に対する賛辞の言葉を、時折おっしゃいます。オーラがすごかったとか、美談をいろいろと述べてますね。今回の M 子の結婚に関しても、巫女がいろいろと動いたという話も出てきてます。もう隠居したはずなのに、未だに力を持っていると目されている巫女を立てておかないと、自分の立場が悪くなるんでしょうか。巫女の栄宮家への肩入れは以前からだったけれど、栄宮家もうまく巫女の機嫌を取ってきたということはあったでしょうな。その意向を借りて、勝手なこともしてきたわけやね。ここまで不正なことをしでかした宮家を、次期天皇に押し上げるようなことを進めていけば、それこそ、武様が考えている方向とは、全然違った方向に行くんやないかとも思いますけどね。国民だって意思があります。不正尽くしの闇の深い宮家、ひい様は、作文の盗作も指摘され、特別待遇の入学の天皇など、国民は支持しなくなるんやないでしょうか。最近では、海外の様々なところで、盗作と報道もされてます。愛子様のお子さんが成人するまでは、時間は、かなり長くかかります。詳しい皇室の手続きはよくわからないですけど、そういう場合は臨時の人を立てて、その子が成人するまで待つってこともできると思うし、わざわざズルしたり、犯罪者とおぼしき人間を親に持つ親戚がいるような宮家を推すという、竹内久美子や武様に関して、本当にわからないです。健全な行動を考えるなら、疑惑が多く、巫女の浮気の子とまで言われている宮家に継がせることを推すのが、不思議でならないです。本当に安西の子だったとしたら、それこそ口頭から外れてしまいますね。なんだか、栄宮家のやることなすことが裏目に出てくるのは、間違った後継ぎだから、天が排除しようとしているように思えてならないです。武様をはじめ、有識者がよからぬ宮家を推すのは、何かを恐れているんでしょうか。皆さんはこのことに関してどうお考えでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。